今日ですね、朝目覚めたら留守番電話が入っておりました。みゆんがです。そちらをみゆんが今日朝寝坊しまして11時ぐらいに再生したんですね。で、電話が入ってたのが10時ぐらいで、で聞いたら、どうも何度かです、ほうれん蕎麦13個あればご用意していただきたいんですけど、よろしくお願いしますみたいな感じのおばあちゃんからのお電話でございまして、私ちょっとね、お蕎麦屋さんではなかったので折り返しをかけてみたんですけど、取らなかったのでちょっと申し訳ないんですが、このラジオを聞きの皆さん、もし愛媛県にお住まいで、本日蕎麦を、本日といってもちょっと時差ありますけど、お蕎麦を注文した方がいらっしゃいましたら、教えてあげてください。私はお蕎麦屋さんではございません。蕎麦を用意できませんでした。すいません、この場を借りて謝罪させていただきます。ゆらぎ荘のおみゆりさん、お風呂に入るときは左手から。皆さん、2週間ぶりでございます。お元気でしたでしょうか。暑いね。今生きてる皆さん、自分を偉いと言ってあげてください。本当すごいですよ。こちらですね、ゆらぎ荘のゆうなさんで、ゆの花ゆうのを演じさせていただいております、みゆんがです。みゆんがです。本名島袋みゆりです。よろしくお願いします。ゆらぎ荘のゆうなさんは週刊少年ジャンプで連載中の三浦忠宏先生の作品でございます。コミックスは11巻まで発売中。出ました、手つないでる可愛いやつです。まだ持ってない方いらっしゃいましたら本屋さんに急いでください。私も今から走っていきます。今言っちゃダメだ。そしてこのラジオも黙っちゃったこのラジオも2週間に一度の更新となっております。増えました、皆さんいっぱい会えます、よろしくね。さらにテレビアニメは土曜日23時半分、23時30分から BS11 さん、東京 MX さん他にて放送中でございます。2話まで流れました。確かすぐ聞いてくれた人がいたら明日3話ってことですよね。意外と浅い時間から始まるわ、合言葉に私はやっているんですけれども、皆さん見ていただいたですかね。私は2話の温泉卓球が終わった後の小枯らしくんがこう玉でね、足を滑らせてハレンチを招くシーンのメカニズムが何度見てもわからなくて困っています。分かった方、これってポルターガイストですかの方で大丈夫ですので私に教えてくださいではゆっくりね、参りましょうと思います。だんだん分かんなくなってきたラジオの方はずっとこのテンションで私は大事に育っていこうと思います。では参りましょう。今回もゆっくり、丁寧に楽しくやっていきますので、お付き合いよろしくお願いいたします。ゆらぎ荘のみゆりさん、お風呂に入るときは左手から。基本お風呂に入りながらお聞きください。シャワー派もよろしく。ゆうなさんのこと、みゆりさんのこと、これって読んでなかった気がする。でもまあいいや、わかんなくなってきた。もうすぐ3話ということでございまして、ちさきちゃんが来るんですけど、あの話がすごい大好きなので3回ぐらい見てください。お願いします。ではこちら読ませていただきます。サグルさん、カタカナでサグルさんです。皆さん覚えてね。アニメ1話見ました。みんなめっちゃ可愛かったです。特にポルターガイスト直前のユーナさんは、どの場面を撮ってもすごく可愛くてドキドキしまくりでした。アニメブルーレイディスク同梱版の11巻も買いました。ニコニコの顔文字。単行本も OVA もポスターもいろいろな意味でドキドキの素晴らしい内容でした。週刊少年ジャンプ32号の書き下ろしポスターのユーナさんもめっちゃ可愛かったし、ユーナさんに出会えて僕は幸せです。人気投票2連覇おめでとうございます。おめでとうございます。やった、2連覇ってすごいことですよね。ユーナさんがとても可愛いからでございますね。みんな可愛いんだけれどもね。この方は1話なんですね。1話を見た時にお手紙をくださいまして、一瞬だけね、一瞬だけ違う話をしますけど、
私初めて噛まなかったと思います。メールで以上です。こういろいろ言うなさ、始まってブルーレイ10位間ありがとうございます。この方はブルーレイを持ってるってことなんですね。私はまだブルーレイディスクを再生する機器を用意していないので、ちょっと見れていないんですけれども、可愛かったそうなので、ぜひね、友達とかにも貸して広めてあげてほしいです。単行本 OVA ありがとうございます。みんな最高の夏にしような。次行きます。ラジオネーム秋空すすきさん、秋空くんかな、読み仮名も振ってください。お願いします。アニメ第1話見ました。1話ですね。オープニングは原作で見たことのあるカットがいくつも出てきて思わずドキリとし、エンディングでは夏放送ということでみんな水着で出てきてドキリとしてしまいました。本編は動いているユーナさんを堪能できてとても可愛かったです。湯気が飛散したという表現に高橋さんと同じく吹いてしまいました。いろいろお仕事したり飛散したり、飛散って読むのかしら、飛散ですよね、してるんですよ。こうオープニングは本当にね、あのユーナさんのコスプレのシーンとか、あの最後の微笑むシーンとか、これから見れるのかなって思ったりワクワクしながら見ていただけると私は嬉しいです。あとエンディングでなんかポチポチって踊ってるんですけど、そちらをみんな踊ってくれると嬉しいですね。いやー、最高の夏にしような。すごい、今シンクロしました。カンペで最高の夏にしようなって書いてあった。これはいいということなんですね。次行きます。あ、ラジオネームグッスミンさんです。ミユンガ、初めまして。そう、ミユンガです。よろしくお願いします。多分初めてミユンガと呼んでくれた気がします、この方が。7月10日に新宿で開催された第1話第2話先行上映会に参加しました。アニメ上映会、トーク、ミニライブと盛りだくさんで大満足でした。原作への愛を感じる丁寧な作りになっていて安心しました。惜しむ楽はリミテッド版の上映だったことでしょうか。トークパートでは皆さん終始和気あいあいとされていました。まさか島袋さんに島袋、袋、モモンガの連想からミユンガというあだ名が付けられているとは思えませんでした。昨年のジャンプフェスタから始まり、アニメジャパン、ニコ生とご活躍を拝見してきましたが、日に日にミユンガが自然体になってきていると感じます。意味深ですね。アニメ収録も後半戦とのことですが、これからもユーナさんとして、ミユンガ自身として頑張ってください。すごくいい方。この手紙持って帰っていいですか？やった。そう、この方優しいんです。ミユンガというね。あだ名がつけられた過程を紹介してくださってるんですけど、多分こう上映会に向かうバスでミユンガって言ったのが実は最初じゃなくて、収録の多分本当に 1,2 話ぐらいの時に島袋のあだ名を皆さん考えてくださってて、その時に小倉さんが、小倉優さんがミユンガって言ってくださったんですよ。その時のあだ名はちょっと候補が膨大すぎて選べず、こうミユタマとかいろいろあった気がします。でまた上映会の時にそろそろ決めなきゃねってなってて、その時にまた小倉さんがミユンガと走ってくださいまして、このあだ名なんか仕組みがあるらしくて、きっと後半はみんなね、ミユンガになれたらうんがって呼ぶよきっとみたいなところも計算されているミユンガなんです。皆さんぜひ呼んであげてください。そのね、名付け親の小倉さんなんですけれども、先行上映会終わった週ですね、収録でお会いした時にはちょっとおそらくなんですけれども、私にミユンガと名付けたことを覚えていらっしゃらなかったそうでございまして、あのこれからもミユンガとして私はライコンだって LINE のアイコンをあの袋モモンガの写真に変えましたので、あの小倉さんに覚えていただけるように頑張っていこうと思います。でも本当に何でしょう、キャッチーで愛らしいあだ名をありがとうございます。とても私は気に入っているんです。かわいい。はい、そうなんですよね、だんだん島袋自然体になってきてるみたいなんで、
ゆらぎ荘とともに強く成長していければと思っております。みんな最高の夏に。次行きます。カエルの子はカエルさん、呼び仮名を振ってくださいました。読めます、なんとか。前回高橋理恵さんとお二人のラジオで楽しげな様子が聞いているこちら側にも伝わってきました。感謝、ありがとうございます。受験を控える中学生なのですが、ゆうなさんを見ている時とみゆりさんラジオを聞いている時は何もかも忘れリラックスすることができます。そんな癒してくれる穏やかな声をしているみゆりさんは、受験勉強はいつ頃から始めましたか？考えている限りでいいので、覚えている限りだでいいので教えてください。何もかも忘れるのは大丈夫ですかね。単語とかもすっぽ抜けてないか、ちょっと島袋はカエルさんに対して心配な気持ちを、違う、ミユンがね、今心配よ。大丈夫？あ、大丈夫だそうです。私、受験勉強、高校受験の時始めたのが、多分全然危機感を持ってなかったので、クリスマスぐらいからだったんですよ。あんたこのままだとどこも行けないよっておばあちゃんに怒られまして、塾をおばあちゃんにね、近いところに選んでいただいて、そこから勉強をゆっくり始めた気がしますが、無事高校には入れたので、受験勉強もほどほどにね、頑張っていただいて、高橋理恵さんのこともすごいね、楽しいお話をしてくださるじゃないですか。すごくね、前回助けていただいて、もう本当に私の中でここは無法地帯になっていたんですよ。どうしていいかもわからず、こう好きにやらせていただいたところに理恵さんがいらっしゃったことで、すごくしまったなと。なんかラジオって感じしませんでした？そう、すごいラジオっぽくて、で、あと私夢だったんですけど、規制が入るみたいな、私の秘密のところでドゥンドゥンみたいな入ってて、BGM が入ることによって、私が言ったことよりもなんかやばいことが起きてる雰囲気がありまして、すごいドキッとしてしまったんですけど、犯罪は犯しておりませんので皆さん安心してください。でんでん、ああ、成長しましたね。そっか、生きる世界が違うんだ。失礼しました。魚さんからいただきました、ありがとうございます。島袋さん、ポルターガイストさん、こんにちは。もしかしたら今日もどなたかゲストが来ているんでしょうか。大丈夫そうです。アニメ放送後にラジオを知り、第4回を聞いたら面白くて1回から全部聞きました。ありがとうございます。すごくいい方です。ハキハキしがちなアニメのラジオと違い、噛んでも物腰柔らかなところが癒されます。島袋さんのお風呂に入っているかのトークに、ゲストさんも穏やかにお話ししていて安らぎます。そうか、のんびり話しているということか。さて、たびたびバンジージャンプの話が出てきていますが、お願いがあります。春のアンズさんを飛ばしてください。某ブレンドが S な番組で、高所恐怖症なのに飛びたいと勢いで発言した結果、スカイダイビング施設で体験をしていました。すごっ。飛ぶ練習をした春野さんとバンジーを見守るプロの島袋さんが揃ったのはチャンスだと思います。すごい、高所恐怖症なんですね。ここのラジオもバンジーラジオと化しているところもあるとは思うので、春野さんが高所恐怖症なんですって。でもスカイダイビングでの体験をした方なんですって。春野さんもバンジージャンプいかがでしょうか、というお話です。あ、そう、春野アンズさん、エンドクレジットを見てください。小泉さんの役をやっております。すごく面白い方で、お芝居もずっと面白くて、だからきっとバンジーをする姿も素敵なんなのかなと思います。こうラジオも聞いてくれて、アニメも見てくださって、本当に恵まれてますね。これはもう最高の夏になるとしか考えられません。お手紙をいっぱい読めて嬉しい。行きます。でも一回お水を飲みます。何のお水でしょう。ファミリーマートです。
あ、なんか出てきそう。ちょっと待っててください。イエイ。お待たせしました。ラジオネーム、訪れることのない春さんからいただきました。ピッカーンとひらめきドカンと登場。訪れることのない春です。略して、音春とお呼びください。シピーンキラ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 。こんにちは、みえりさん。こんなうるさい僕ですが、実は現在、なんと前回のラジオを聞きながらこれを書いています。ついに明日となった第1話の放送。楽しみで楽しみでたまりません。みえりさんはいつも穏やかでほんわかとした印象を受けますが、前回登場した高橋理恵さんのようにハイテンションで話すなんてことはあるのでしょうか。可能であればラジオ中に、そんなみえりさんは一度は見てみたいです。では、シュパーン、パリパリパリン。割って帰ってきましたね。おさはるさん、自己紹介いただいてすごくありがたいのですが、きっとみんな覚えたので、次からはおとはるさんでも大丈夫です。私も、略しておとはるさんとこれから呼ばせていただきます。長いあだ名をみんな、短縮していこうと思います。ご容赦ください。そう、ハイテンションで話すことは、今おとはるさんのおかげであります。ありがとうございます。あと、すごいテンション上がったらやっぱ人間ハイテンションですもんね。どうでしょう。月に、週に1回ぐらいはだいぶハイテンションで早口になっていると思います。あと、おとはるさん一つ言いたいんですけど、シュパンパリパリンってことは、今この窓終わりましたね。できれば、ドアから出てってください。よろしくお願いします。聞いてくれてありがとうございます。皆さんたくさんメールありがとうございます。最高の夏にしようないいのかなこれで。みゆりさんの未練が何なのか。ゆうなさんは女子高校生の自爆霊、自分の未練が何なのかわからないまま揺らぎそうで生活していますが、私島袋みゆりの未練が何なのか、未練が残らないよういろいろやっていこうという未練探しのコーナーです。ようやく女子高校生の自爆霊が言えるようになったので、ほとんど未練はないと言いたいところなんですけれども、まだ成仏できないので、もう一つね、未練が叶ったというお話をさせていただきます。7月30日にね、発売される週刊少年ジャンプ、主演者さんから出てるんですけど、そちらですね、本当にジャンプ編集部さんにお邪魔しまして、その模様が掲載されます。いや、すごかったんですよ。集英社さんがとてもビッグででかいんです。で、編集者じゃん。そうで、いろんなデスクさんもあって、個人的には思ったよりすごく綺麗でびっくりしました。見ないと未練が残るんじゃないかなと思うんですけど、ぜひ見てあげてください。はい、そうなんです。前回ラジオで周辺社に行かないと未練が残るって言ったんです。ごめんなさいね、聞いてなかった方失礼しました。リエさんが一緒にいてくださった回です。ぜひよろしくお願いします。なのでね、ぜひジャンプのチェックお願いいたします。私も買います。それでは皆さんからの届いたメールもご紹介させていただきます。ラジオネーム、ジョッピーさんからいただきました。ラーメン二郎に行ったことはありますか？行ったことがないならぜひ行った方がいいですよ。量が普通のお店より多く、油も多いですがとても美味しいので、ぜひ行ってみてください。この何でしょう、産業でこの方がすごくラジオじゃないラーメン二郎をラーメン二郎がね、好きなことが伝わるので、すごく何でしょう、いい熱量のメールだと私は思っております。ラーメン二郎はですね、行ったことないんですよね、まだ。豚野郎みたいな、豚多分ついてないな、野郎ラーメンとか、豚なんかありませんでした、豚インスパイアを受けた豚がつくラーメン屋さん、豚野郎みたいなありますよね。ありますよね。ありがとうございます。あ、今最高のアシストが入りました。もうゴール決まりました。サッカーはもう終わりましたね。豚野郎本当にあるそうです。よかった。そう、豚野郎か多分野郎か行ったことあるんですよね。食べても食べてももやししかまだお腹に入ってこないみたいな、すごい感じで。あと、二郎好きな方って、
なんでしょう。巡りません？いろんな二郎。なんか、二郎はやっぱ、どこだよな、みたいな。今日は、二郎を求めに、飛行機に乗り、どこまでやってまいりました、みたいな、ブログとかあるじゃないですか。だから相当美味しいってことですよね。うわぁ、やだやだって言っちゃったうわぁ、これ、今、画像をね、見せていただいたんですけど、多分、一枚だけだったら、多分、受け入れたと思うんですけど、この量はすごいですよ。今、画像が1、2、3、3、4、12枚ぐらいね、一気に並んでいる状態なんですけれども、肉の量が半端じゃない。これ、千と千尋の時のさ、って千と千尋の時の豚にされたお父さんみたいな肉乗ってるじゃないですか。これも食べれるんですかね。ああ、どういうことだ。これ減らしてもらえたりするんですかね。あとなんか入った時に呪文を先に唱えないといけないんですよね、確か。なんか油からめちゃちゃちゃみたいな、ニンニクマシマシみたいな。それをちょっと本当に礼儀を調べてからじゃないと、私は二郎はちょっとハードル高いな。でも豚野郎を知ってるからね、私は多分二郎野郎も受け入れられると思います。なのでこれはチャレンジします。皆さん、私結構チャレンジしてないの多くないって思ってるでしょ。でもチャレンジします。これは2週間以内にチャレンジします。してなかったら、私2週って字も書けなくなっちゃった。チャレンジしてなかったらどうしよう。なんか、ブータ野郎がってメール送ってきてください。お願いします。いただきます。ラジオネーム、コンピーさんから頂戴いたしました。みゆりさんは夏祭りに行ったりするでしょうか？夏祭り。自分は人混みが嫌いなのであまり行きませんが、今年は平成最後の夏となるので行ってみたいと思っています。そんなスペシャルな夏に花火を見に行ってはいかがでしょうか？できれば企画にというお手紙をいただきました。カンピーさんはあんまり人混みがダメだそうですが、私もちょっと人混みはねなかなか難しいですよね。でもやっぱり人混みって言えばロマンチックがあるじゃないですか。こう離れんなよみたいな、みたいなのとか、こう浴衣着て歩いてたら、おい姉ちゃんみたいな、おい姉ちゃんみたいな、ちょっと今私誰の真似したかわかるかなあるじゃないですか。だからきっとね、人混み以上のなんでしょう、イベントとかも待ってたりするとは思うんですよね。とはいうものの人はちょっと多いですよね。私沖縄生まれで那覇祭りっていうお祭りとかには行っていたりはするんですけど、そのよく沖縄から上京した子が言うんですけど、毎日が夏祭りって毎日が那覇祭りって、この人の多さを見て言うんですよ。だからそれ以上ってことですもんね。一度神宮外苑の花火を見に行ったこともあるんですけど、全然歩けなかったですね。女の子3人ぐらいかなって言ったんですけど、なんかもう浴衣の柄でこうどこに行ったか確かめるみたいな、結構なかなかハードな祭りになっていたので、そうですね、企画とかでも行きたいですね。どうしよう、祭り調べてみます。行ってくれる人も同時に募集していこうと思います。行ってくれる人メールお願いしますそれではどうでしょう、お次は行かないですか。じゃあ私がやったことやってないことを発表してもいいですか。上野動物園だけ行きました。このような感じで、これをやらなかみゆがみゆさんの未練が何なのかでした。これってポルターガイストですか。ポルターガイストの仕業ではという皆さんの体験を紹介するコーナーです。
夏本番、ポルターガイストの仕業が増えるとか増えないとかの時期です。それでは皆さんの体験談お聞きください。てってってって。ラジオネーム平さんからいただきました。深夜のコンビニでのことです。東南アジア系の店員さんが片言で、あら、温めるかと片言で聞いてきました。しかもタメ口で、大丈夫ですとこちらもつられて軽く片言で返しました。そもそも僕が買った商品、温めるタイプのものじゃなかったんです。この店員さんは新手のポルターガイストですか？平さん、この方は東南アジアからいらっしゃって、まだ慣れないことも多いので、ポルターガイストを何度も起こして、こう上級霊としてこう育っていく方なんですね。まだ不慣れなことがあって、多分温めるという言葉とマスカがうまく通じなかったりとか、頑張っている方なんです。でも温めるタイプのものじゃなかったということは、ポルターガイストに認定させていただこうと思います。でも私、夏にアイス温めますかみたいなことを、温めていいですかってお願いしたことあります、罰ゲームで。すいません、アイス温めてくださいって、店員さん、うんって顔してました。あれもきっとポルターガイストです。さて、お話が逸れてしまいました。お次のポルターに行きましょう。ラジオネームピノさんから、温められたアイスだ。島袋さん、こんにちは。先日お味噌汁の入ったお椀をテーブルの上に置いたら、触ってもないのに勝手にスーと水平移動したんです。これってポルターガイストですか？これはですね、皆さんのうちにも多分一度は来るんですけれども、これは有名なポルターガイストでして、このお椀置く前にというか、予想前にきっと食器洗いとかでまだ水気を帯びていませんでしたか？そうすると発動しやすくなるんですね。幽霊や妖怪にとってもいい環境になっていくんでしょう。なのでこれはポルターガイストなんですけど、予防としては、食器はよく拭いて、よそった直後に置くといいと思われます。なのでこれは世界ポルターガイストに認定させていただきたく思います。お次のポルターに行きます。ラジオネーム夏陸春一番さんからいただきました。ある日のことだ。おばあちゃんが君の名はというアニメを一度見てみたいというので、自分が持っているパッケージをスーッとおばあちゃんに差し出して貸したわけだ。翌日おばあちゃんに見た感想を聞いたけど、どうにもおかしい。主人公が子供だったけどだいぶ幼かったとか、お父さんとお母さんが食べ過ぎてブータになったとか、変だなぁ、怖いなぁと思ってパッケージの中のディスクを見ると違うタイトルが書いてある。間違えて違う映画のディスクを入れちゃってたんだよね。じゃあ君の名はのディスクはどこに神隠しにあったのか。最後まで辛抱強く千と千尋の神隠しを見たおばあちゃんってポルターガイストですか？
これも立派なポルターガイストですね。特にこう神隠しとかってついてたりするとなくしやすかったりするんですけど、一番のポルターガイストは全く似てない稲川淳二のモノマネをやりきった私に送らせていただいてもいいでしょうか。私もポルターガイストの一部です。皆さん、生活はポルターガイストと共にある、これをぜひ心の指標にして、今後もポルターガイストに出会ったら私のようにではないメールを送っていただければと思います。このような感じで文章の締めは、これってポルターガイストですかでお願いいたします。皆様からのメールお待ちしています。似ないな。ゆらぎ荘のみゆりさん、お風呂に入るときは左手から。そろそろお時間です。中学生ぐらいの時ですかね、図書館で稲川淳二さんの CD をレンタル図書カードで借りて聞いてたんですけど、ほとんど聞き取れなかったという過去がありましたので、聞き取れた方がいらっしゃいましたら、私の淳二はまだ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 だったということですね。修行を続けていこうと思います。ホラー全般が好きで、一番怖いのは人間の想像力なのではと思った時期があって、そこでこう怖い話を聞く耳からで想像するという風にシフトしようと思ったんですけど、聴力以上に鍛えるものがあったということがこの話の肝となっております。はい、お聞きいただいているのは8分木枯らしに吹かれて、こちらは発売中でございます。ドキドキですね。歌うのは私、高橋理恵さん、鈴木恵里さんの3人です。 CD はキャラクターごとに3形態でリリースされております。3パターンあるのね。それをですね、9月1日土曜日には発売記念トーク&ミニライブイベントも開催しますのでね。いや、歌いますね。まだ聞いてない方いらっしゃいましたら、ぜひ聞いてみてください。CD3 枚をすべてゲットしていただいた方に先着でイベント応募はがきをプレゼントしていますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。調べてもらっていいですか、すいません。ですね、ゆらぎ荘のゆうなさん、ブルーレイ&DVD 全6巻発売のお知らせもさせていただきます。こちらまだ発売しておりません。収録される映像はドキドキが止まらないノーリミットバージョンになります。これはさすがに部屋で見てもらいたいものになりますかね。各週各巻には収録特典はいろいろとありますが、特典 CD はキャラクターソングやオリジナルサウンドトラックでございます。1巻につき2人ずつぐらいですね、歌ったりホワホワと可愛かったりかっこよかったりするサウンドトラックが載っております。6巻におぼろさんのキャラクターソングですって。個人的な楽しみが増えました。一巻は9月26日発売。まずはテレビアニメを見ていただきつつ楽しみに待っていてください。湯気の具合とか覚えておいておくとアハ体験ができると思います。そんなわけでですね、第5回がもう終わりますね。前回がすごいラジオだった分これもラジオなんですけど、ラジオだった分なんか戸惑いが増えました。どうしよう、今までどう呼吸していたんだろうみたいな。リエさんの力はすごく絶大だったと思っております。あと私の秘密はそんな大したことではないので、皆さん安心してください。どうかなって顔してる。前回リエさんが来てくださいまして、次回ゲストさんまた来ます。宮崎千咲役の鈴木恵里さんです。このラジオをラジオにしてくれる方ですね。笑ってる、どうしよう。私もジャンプフェスタでお会いして一緒にご飯を食べたんですけど、たった1時間ぐらいで心をぐいぐい掴まれまして、なのでこうラジオでお話できるのも、ちさきちゃんのお話とかも聞けるかもですもんね。すごく楽しみです。そんな第6回は2週間後の8月10日鳩の日ですね、金曜日配信です。鈴木さんへのメールお待ちしております。私も書きたいな、読んでください。ラジオネーム何にしよう、
や内緒にしとこう、やめておきます、やめておきます。そんな番組へのメールは公式ページから送ってください、お願いします。私へ聞いてみたいことは、ゆうなさんのこと、みえりさんのこと、何でも大丈夫なんですよね。私におすすめしたいことは、みえりさんの未練が何なのか。今日は二郎に行ってきます。皆さんの周りで起きたポルターガイストの仕業ではと思うことは、これってポルターガイストですか。二郎を極めます、二郎じゃない、淳二さんを極めますので、よろしくお願いします。締めに可愛い寝言を言うコーナーは、おはようございます、小柄ひさんでございます。終わった後にやってるんですね。全部のコーナーにメールお願いします、ぜひお願いします。それでは再来週お会いしましょう。お相手は夜の花ゆうな役の島袋みゆりでした。みんな最高の夏にしような。お風呂一番最高の夏に歯止めをかけてたの私でしたね。皆さん最高の夏にしような。お邪魔しました。スーってね、終わるんですよ。おはようございます、小柄いはん。とっても寝相が悪くて起き抜けもまどろみがちなゆうなさんの一言を紹介していくコーナーです。アニメで見たからもうお分かりですね。それでは皆さんからの寝言的な一言紹介しますよ。てんでけてんてん。通りすがりの二次元さん、あれ、もうこんな時間じゃないですか。小柄さん、早く起きないと遅刻しちゃいます。え、日曜日？これはもう起きていると言っても過言ではないレベルのものですね。可愛らしい、よくありますね。私も一度朝の6時ぐらいに時計の針を見間違えて全力で学校に行ったことがあります。ゆうなさんもそういう夢を見るんですね。二次元さんはこう背伸びしてる感じでとか、ディレクションも入れてくださってとても幅が広がります。支え合って生きていこうな。続きまして、ゆうなはんより頂戴しました。仲間だ。あ、ごめんなさい、これは違うです、ごめんなさい。いきます。大丈夫です、落ち着いてくれ。大丈夫です、落ち着いてくださいと言いました。夜中ソファーで寝落ちしていた兄が突然発した発言です。驚いて、何が？と聞き返したら、何が？と寝言で帰ってきて、真相は闇の中です。普通にびっくりしちゃいますね。大丈夫です、びっくりしますね。どれぐらいの音量で言ったんでしょう。何があったんですかね。予想していこう。なんだろう、飛行機が離陸しないとかですかね。あ、着陸しないですね。離陸しないはそんな大丈夫ですってならないですもんね。ぜひ夢の中でこの謎も解明していただければと思います。ゆうなはん任せました。続きまして、ピノさん、本日2回目お会いしましたね。夏だからいい名前ですね。いただきました、読みます。先ほど VR で確認したところ、小柄いはんの手の甲がのんこさんのおっぱいに当たっていたため、小柄いはんはレッドカード一発退場です。これは即退場ですね。許してはいけない。手の甲ってところがちょっと悪質ですね。平じゃない、甲。いや、平だったらまあイエローカードだった可能性もあります。甲は
ダメだ。でもこの原理でいくと小枯らしさんは第1話でゆらぎ荘を追放されていますね。サッカー界の常識とは違うところでありまして、よかったと思います。この人は最後の一人です。あ、知ってるぞこの人。パラ斉藤さんより頂戴しました。渡辺健さんの寝言。ゆうなさんのアニメは湯煙が濃すぎて僕の見たいところが見えない。あんなシーンやこんなシーンも湯煙が濃すぎて見えない。でもパッケージだと見えちゃうんです。吉川玲さんの寝言。ゆうなさんのパッケージ大好き。一人二役を夢でやるという。確かに湯煙濃すぎますよね。僕の見たいところが見えないって。ぜひこれ渡辺謙さんとコラボが叶うことを夢見て、パラサイトさんが原案者になるわけですね。ぜひぜひ渡辺謙さん、ゆらぎ荘をよろしくお願いいたします。パッケージだと見えちゃうんです。あ、おはようございます。